はい、皆さんこんにちは、サガキャットしてございます。まもなく5時ですね、ほんまに、5時でございます。はい、いいんですけど、今日はライブをやったんでちょっと疲れ気味でございます。この後原稿1本作らなあかんね、ほんまに、あーしんど。はい、今いいです。まあ、元私本業基本的にですね、住宅ジャーナリストなんで原稿書くのが仕事なんですけど、最近なんかこうやって喋ってる方が多いですね。喋るのも嫌いではないんですけどね、嫌いではないですけど、ちょっとやっぱり1時間半やると疲れますね。昨日はテレビのオンエアで呼ばれて、まあ、小1時間とか、まあ、1時間座って、コメンテーター席に座ってですね、時々喋ってたんですけど、あれは別に疲れない。楽しいし。あれは特に疲れないんですよね。でも、ライブやると時々疲れる時ありますね。全然疲れない時もありますよ。受講生が集まっていただければですね、今年の6月にはですね、早稲田大学エクステンションセンターでですね、1時間半 ×3 というぶっ通しの講義を、講義かな、あれは講義をやるんですけど、ようそんな行さん喋ることあるなと思われるでしょう。あるんですよ。喋らなあかんねん、もうそんなしゃあないやと。あれなんですよ。もう早稲田大学は何年やってんの、5、6年やってるんですけど、途中コロナ休みもありましたけど、あれなんですよ、半年に1回なんですね、私呼ばれるのが。半年に1回喋るんですけど、毎回やっぱりね、ちょっとずつどう言いますかね、この時代時代に合わせて変えなあかんわけですよ、喋ること。だから毎回レジュメ作るんですよ。だからね、4時間半喋るのにね、レジュメ作るのに大体4、5時間かかるんですよ。うまくいって2、3時間かな。もう結構しんどいね、それが私にとって。で、あれ、羨ましいのは大学の先生ですよね。一つの講座1年間やってしまえばですね、講義ノートが残ってるわけでしょ。ね、レジュメも残ってるわけでしょ。今の大学の授業って、私も早稲田の教材だって思いましたけど、全部なんて言いますか、ページがじゃあ、スライドの授業。なんとかっていう、あれで作る。パワーポイント。そう、パワーポイントで作るですね、データでですね、別に PDF でもいいんですけど、パワーポイントって動いたりしますからね、もう別にあれ動かんでもいいんですけど、僕の場合は。で、やるから、一通り作ってしまえばね、2年目から楽でしょ。喋ってるだけでええやんって、ちょっとやる前に見返して、ああ、これ喋ろうとか思ったらいいだけでしょ。ええやん、それ、と。まあ、その代わり週に1回とかやらなあかんわけでしょ。で、本式の、正式の先生になると週に5コマぐらい持たされるんでしょう、結構しんどいです。僕の知り合いがね、地方の公立大学の、もう今頃助教授だったんちゃうかな。昔ね、ライターさんやったんですよ。編集兼ライターさんで、で一生懸命大学院まで行かはってね。で、地方の公立大学に、の高専に応募してですね、先生やってはりますけど、あれですよ、経済系の人やのにね、政治学教えてますって言って、あんた経済やんってなんで政治学教えられるのったら一生懸命勉強しましたとか。前の先生がそれを持ったからやらされるんですって。そんなんで教えてええんかなと思いますけど。まあまあね、マックス・ウェーバーとか言ってましたけどね。はい、まあ、覚えておいて。本題に入ってへんやん、まだ。3分50秒でございまして。日本経済新聞、で1月30日に出ましたですね、三井不動産など神宮外苑再開発の着工等を受け東京都が公表という資料、あれがございます。まあ、この後もいっぱいこの関係記事出てるんですけど、記事出てるんですけど、ちょっと読みますとですね、東京都は30日神宮外苑地区の再開発を担う三井不動産など4事業者が提出した着工届を公表した。着工届を決めると工事完了は2035年11月30日の予定。これ、はい。これね、結局ね、いろいろ問題になってるんですけど、何かというと、簡単に言えばね、神宮外苑にあります、神宮球場ありますよね。神宮球場と、第二球場をですね、秩父宮ラグビー場があるでしょ。それと交換しようという話です。簡単に言えばね。簡単にはそういうことなんですよ。別にそのええやん、勝手に公開したらと思うでしょ。
で、そこでですね、問題になってるのは、イチョウ並木をこうですね、切るという話だって、それがですね、その、左系の人にとってはですね、環境破壊やってなって怒ってはるわけですよ。もうええやん、そんな。切ったらまた植えたらええやんって、それだけの話なんですけど。で、プラスですね、こう、三井不動産と伊藤忠商事が非常に得をするという案なんですね。簡単に言えばですね、国立競技場ってもう作り直しましたよね。隈研吾さんの建築で、もう新しいの見てませんけど。あれをやったことによって、東京都はですね、規制を緩めたんですね、このエリアの。建物を15メートルまでやったのをですね、何やったかな。80メートルから70メートルにいきなり変えたわけですよ。元はといえば国立競技場 を作らせるためにですね、ドーム系にしたいかんということで。で、そこでですね、規制を緩めた。ついでにですね、今度ですね、その近くにですね、伊藤忠商事の本社があるんですね。その、まあ、で、それを立て直してですね、こう、80メートルと言いますか、30回はいかない、20何回かな。で、三井もそこでビル建てようという話ですね。ということで、得するのはこの2社ということになります。で、東京とはほとんど関係ないんですよ、実はね。規制を緩めるだけなんですよ。その、この二つの工事というか、まあ、主だった工事、一連の工事ですね。秩父宮ラグビー場とですね、神宮球場をですね、変えるという工事ですね。で、その神宮球場が変わったところの近くに伊藤忠商事のビルがあったりして、それがですね、ただのその本社ビルではなくてですね、集客があるんで、そう、商業的な施設をいっぱい入れて、この収益を生み出す建物にしようという、まあ、ずるい考えなんですけど、まあ、ありがちな考えなんですけど、それに号が出てると。で、左系の人たちは、イチョウ並木壊すのやかんとかって言うてるわけですね。東京都はね、何のメリットもないです、これ。要は隅々に読んだんですけど、何のメリットもなくて、単純に許可を出すだけなんですね。うん。で、別にデメリットももうそんなないと思うんですけど、なんかね、そこで一丁紙できるように、なんか仕組みを作りゃいいのにですね、そういうの特にないんですよね。で、神宮球場というのはね、あれなんですよ。要はね、明治神宮の持ち物なんですよ。宗教法人明治神宮のね。明治記念館もそうなんですけど、で、明治神宮にとってのものすごい収益源なんですね。当たり前ですけど、人いっぱい来るでしょう。なんで、明治神宮が得するという話で。他にはですね、このビルを建てられる伊藤忠やですね、三井が得すると。いう話だけで、東京都は許可出すだけと。なんか一丁紙できればいいのね。なんかそこはですね、アホやなと思うんですけどね。もちろんね、許認可を持ってるだけで何かね、いい話が転がっていくっていうのも変な話ですけど、もうこれだけのね、でかい事業であって、また三井不動産がうまいことやりよったなと。もう最近その三井不動産を見てると本当にこういうのを小ずるくピッピッピッと決めてってですね、必ず最後に得するのは三井不動産という構図が出来上がってるんです。4、5年前のバーコード事件なんかは見事なもんですけど、いやー、ようやるわ、あんなんっていうようなことをやらかしてしまう会社でございましてですね、私もね、いろんなところでいろんな話を聞いたりですね、情報をもらったりということがあるんですけども、全く油断なら連中やなというイメージがありますね。まあ、その分優秀だということなんですね。会社を太らせることについてはかなり優秀ということですね。多分晴海フラッグなんかもですね、三井不動産とですね、この前お亡くなりになったなんたらのドンのですね、このあたりがですね、仕込んだ話ではないかなと。むっちゃ儲かりますからね、晴海フラッグのデベロッパーたちは。デベのですね、事業持ち分の割合がですね、どうなってるのか知りたいんですけどね。はい。まあ、それは置いときましてですね。まあ、もうまあ、あんまりそこをやりますと、ドロドロとなります。で、この明治神宮の開発の案件に関しては、私が横から見てる限り、東京都は何してんのという話ですね。別にまあ、許可を出すのはね、悪いことではないですけどね。
ちょっと何のためにやってるのかの、この企業だけ儲けさせてもちゃうのというふうな様相が見えます。ただし非常にね、これね、ややこしくってね、私は 100% 理解してません。ただ横から見てるとそういう感じが見えんなと。で、分かりにくいニュースなんでね、あんまりね、どこも取り上げてないんですよ。実は昨日の番組でもね、これが出ててね、しゃーないし、これ喋ろうかなと思ったんですけど、運よくですね、日銀の新総裁が出てきたんで、そっちやそっちやって、そっちに行ったというような次第ではございました。一応この日本経済新聞のですね、アドレスを貼っておきますんで、まあ、確認されたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。